あなたはいくつ？17。どこから来たの？あっち。あっちってそっちだ。遠い方。で、どこまで行くの？どこまで行くかまだ。まだ分かんない。ずっと自転車で行くわけ。うん。大変だな。大変だけど、まあそれが青春の17だから青春だな。わしらの時はまあ17、満19で敗戦を迎えたんで、17っていうとどうやって死ぬかと、死ぬことばっかり考えてたな。天皇のため、国のために戦争でいつ死んでもいいという気になる。聞けわだつみの声っていう本に収録されている戦没学生たちもみんなそれ死ぬことばっかりなんだ、死ぬ覚悟だけなんだ。だけど戦争っていうやつは自分が死ぬよりも敵もしかも軍の将兵ばかりじゃない、女子供普通の民衆まで殺すんだからね。こちらが殺されるよりも殺す方が多い。日本の戦没者が300万に対して連合国やアジアの人たちを2000万も殺したっていうのがあの戦争なんだから。戦争中死ぬことばっかり考えてたけども、殺すっていうことはまああんまり考えなかったな。わしは徴兵検査でちょうど結核が悪い時だったので、その徴兵区でただ一人兵士って言って、ほとんどこの兵士というのを小さい声で言って合格って、兵士合格って復唱するんだけど、ほとんど兵役に取られない。だから軍隊っていうのは知らない。ただわしの兄はモンゴルで満州国で戦ってて、モンゴルに抑留されて、それでそこで飢えか寒さかのために死んじゃった。でもごく近年だけども、私はそのモンゴルまで行ってウランバートルの郊外に共同墓地があって、日本人の抑留中に死んだ者が100人以上いる、そのお墓に墓参りをしてきたんだけどね。その時わしの知っている名前だけ知っている、あの郷里の戦出の代議士で大臣もやった、もう死んだ人だけど、それが白い木に墨で書いた火というかな、が立ってて、それはこういう文句なんだ。安らかにお眠りください英霊たちよ、祖国日本は見事に復興を遂げました。で、私はこの文章を読んで非常に腹が立った。つまり戦争中は天皇のため国のために
いつ死んでもいいと思って戦ってたろうけれども、敗戦とともにその国が崩壊した。それでモンゴルで抑留された。この抑留っていうのはまあ彼らの一種の報復でもあるけれども、それからまあ洗脳してその軍国主義の思想を持たない、洗い落とすようにということもあったかもしれんけども、結局スターリンがシベリアモンゴルなどの開発の労働力を求めて、だから日本軍の将兵を捕虜にして連れていくだけではない、朝鮮半島、特に北の方の朝鮮の普通の民衆に呼びかけて10万以上の朝鮮人をシベリアに連れていくんだよね。これはまあもちろん呼びかけだから自発的意思によるんだけども、十何万の朝鮮族が今でもシベリアの各地にいる。それでこういうスターリンの抑留あるいはその労働力として迎える政策は間違っていたっていうふうに最近のロシアでは、最近っていうか随分前からそうなってるらしいけど、ともかく敗戦とともに国が崩壊して、自分たちは何のために戦ってきたのかわからない。で、一日も早く郷里へ帰りたい、国へ帰りたいと思うの。誰でも当たり前で、そういう気持ちだけで、それで飢えと寒さで死んでいった人間を、安らかにお眠りください英霊たちよ、祖国日本は見事に復興を遂げました。祖国の復興のために犠牲になったかのようにその日は書いているんで、これはなんという功利主義というか実利主義というか、もう腹立たしい限りだったね。で、戦争が終わって、つまりその2000万ものアジア人、連合国人を殺した、それは軍人だけじゃなくて普通の女子供も含めて殺した、それについての反省というものが、そもそもつまり戦争責任というならば、みんな天皇陛下のためと言ったり思ったりしながら死んでいった、その戦争責任の元凶である天皇制というものを倒すことができない、それをアメリカ占領軍と日本の政治家とが共同で、まあ、とにかく温存したわけだな。アメリカは天皇制を倒したらこれはどうなるかわからん、まあ、ものすごい暴動が起こるかもしれんというんで天皇制を温存し、日本政府は一応天皇は国民統合の象徴だという憲法を占領軍の押し付けと言いながら受け入れたわけだけども、しかしあとは占領が終わるとその非武装中立、戦争しないということも人権の条項も全部こう空洞化してさ、もうそれも言葉のごまかしでやってきてるわけだよね。根本がね、わしらは戦争中の時にメッシ方向という自分を捨てて公、天皇や国のために尽くすという
そういうスローガンのもとに育ってきた。だからそのためにはいつでも死ななきゃならんというふうに思ってたわけだけど、敗戦とともに私利私欲というかな、自分のことを考え、自分のやりたいことを追求するというのが自由だという、その他人というのを切り捨ててしまった。だからつまりその中国や、東南アジアなどで敵国のその女子供を殺したその罪悪感っていうのもですね、経験者たちは、その戦争の経験者たちは家族にも語らないでもう大半死んじゃった。つまり特に自民党などの政治家たちは天皇制国家とできるだけ同じような国家を維持し作りたいという、そういうことでずっと政治をやってきた。それも言葉のごまかしでやってきてるからね。そうすると人間関係ぐちゃぐちゃになってる。つまり一応軍国主義から民主国家になったっていうけれども、人間関係が非常に軸がないおかしな社会になってる。そしてもう今やどこの世界のどこのアメリカが仕掛けた戦争でも日本の軍隊を送ろうと、今の内閣なんか政府なんかはそういうふうに考えるようになってる。そうすると、あなた方の精神というものは精神は大事なんだけども、非常に困難で、つまり精神というのは他人を踏みつけにしては精神は成り立たないよ。やっぱり他人は他人として尊重し、そしてそれとどう関係を作るか、友情でも恋愛でも、そういう中で青春というものは花咲くわけだけども、つまりうちの息子なんかはもう40過ぎたけども、青春時代まだ20歳前ぐらいの時に、親父たちの時は良かったな、戦争だの敗戦だのあって世の中根本からこう変わらなきゃならんという、そういう風になってたから、我々はもうずっと決まった平坦な道を、そのまま決められた道を歩いていくほかないというようなことを言ってたけど、それも一理あるんだな。それがその今言った政治家の言葉のごまかしで出てきた社会、できた社会だから、精神というものをうんとこの満喫するために大変なんだと思うんだ、あなた方の世代というのは。でもまあその自転車で遠くまでずっと行くっていうのは、まあそれもやっぱり青春だからできることで、それいいんじゃないかな、大いにやんなさいよ。